次こちら、これはね僕ね普通に嬉しい。2000年のキャンプギアで僕が3番目ぐらいにいいよって言ったハンプシリーズの新作、ついにここまで来た。ハンプトートのパラフィンハンプラージトート35リットルですね、サイズ。これ1280円、あ、そうそう、980円のテーブルなら1980円でいい商品作ってほしかった。そう、それはわかる。これはね、これはもうね全員文句なしで買いでしょ。これは僕もハンプトートはねもうぐっちゃんぐっちゃんに使ってるんですけど、これのねこのサイズはねもう絶対使っていいですよ。例えばなんですけど、ヘリノックスとか、これヘリノックスじゃないんですけど、そういうこうギアの類をもうこれ入れれちゃうサイズ、こうやってでもうこのままドンこのままドンっていうのができるんで、これはね本当に嬉しい。他のあと2色ぐらいあるんじゃないかなと思うんですけど、これがね僕は去年なかったよね、この色、オリーブ。これ福さんなのかな、ちょっと他の方のやつ僕あんまりチェックできてないんで詳しいことは言えないんですけど、パラフィン系は福さんだったと思うんですよ。オリーブいいっすよ、これ群幕の色、群幕カラー、オリーブの方が使えるかも。オリーブいいっすね、すごい。マトリオシカで使える。いつ頃出ますか？キャンプグッズの類は2月の中旬か初旬ぐらいから、徐々に店頭に出始めるそうです。ただこのそれぞれのアイテムが正確にいつ出るのかっていうのはちょっとまだ、時期が未定のものもあるので、ワークマン公式の SNS をぜひフォローいただけたらなと思います。これオリーブかっこいいね、めっちゃ、うん、こっちがオリーブで、こっちがベージュになります。いいね、オリーブいいね。僕今濃いブラウン、茶色と、違う、主には茶色を使ってるんですけど、ちょっとねこのオリーブが出ちゃうとスクエアトートとか S サイズ M サイズ全部オリーブで揃えたくなるな。でこれが1280円、これ多分ね他に買って何かのワッペンついてたら4000円5000円するものなので、これはねマジでいいっすね。こういうのはねいいね、やっぱパラフィンハンプラージトートか、パラフィンハンプラージトートでございました。38リットルも入ります。これで薪を買いに行って、この中に、これ確かに薪ちょうどね、すっぽり入る大きさですよ。で、問題なく肩にかけれます。肩にもかけられます。結構余裕持ってかけられるので、使いやすいですよ。うん、これはいいね。まあこれ100点でしょ。これはもうだって値段も用途も明確だし、ケチつけようがないかな。これでさ、例えばなんだけど、このテーブルの足あるじゃないですか、こういうのとドッキングさせて、ここにジップがついてて、これで薪を持ってってこうやってバッて開けると薪スタンドになるとか、そういうのができたらまたちょっと夢がありますよね。トートと薪スタンドをこう合体させるみたいなのがあったらすごくいいなと思います。紐の耐久性は僕が少なくとも使ってる限りは全然問題ないと思います。次のハンプアイテムはこちら、これはね僕がずっと注目していたやつです。潔いもので、これが確か福さんのものと聞いたやつです。こちらパラフィンハンプフィールドシート床にシートにしちゃったってバッグじゃなくてシートにしちゃったっていう、じゃじゃじゃん。もうなんか説明しなくてもいいっすよね、これ。パラフィンハンプの素材そのまんま全部分解して広げましたっていう発想ですいやでもねこれはね僕もこういうの前から欲しくって、こういうのって群物とかで探したりすると結構なんかおしゃれ雑貨屋とかに行くと、そのダルトンとか例えば行くと、もうこれだけで 7,8 千円とかそれ以上するんですよ。その群の払い下げ品とか置いてあるお店とかに例えば行ったとしても、まあ 4,5 千円とはくだらないあるんですよ。なんですけど何でも使えちゃう適当シート、要は地べたにそのまま敷いて荷物を例えば置いたり、まあ、グランドシートとしても使えると思いますし、ロースタイルとか地べたスタイルをする時の床に置くものとして完璧。この武骨感すごいな、これ。いやいいですね、これは。 140cm×100cm ですね。いわゆる一般的なレジャーシートと同じぐらいの大きさなので馴染みの
あるサイズ感なんじゃないかなとは思います。オリーブいいな。ここになんかもう地べたにこうやって座っちゃえる。でここになんかねコッヘルとかシェラカップとかメスティンとか置いていただいてちまちまやるというこのサイズ感は絶妙ですね。多分なんですけど、他で売られている今回出るツーリングドームとかテントの類があると思うんですけど、それのフロアシートとしてはもう一択なぐらいじゃないかなと思います。あとはこれ今かなりバリバリなんで、これをこう使っていってどれだけなんかこう風合いというか柔らかく使いやすくなるかっていうのがまあ注目って感じですね。でもこれはね1500円ではもう文句ないので、これもねこれも100点で甘い95点ぐらいにしとく。いや100点でいいと思います。パラフィンハンプフィールドシートがこちらオリーブと、こちらベージュですね。お好みのサイトのカラーに合わせて使っていただけたらなと思います。まだね別の色もあるかもしれないので、それも追ってご紹介できたらなと思います。これはね新しい商品ではないんですけど、新しい商品 500ml 専用真空保冷ペットボトルホルダー、おなじみのペットボトルホルダーです。今シーズン春夏で唯一の和日コラボ商品です。悲しいよ、洋服作れなくて。これだけなんですよ今季で。これはなんていうかアンバサダーの方に定番商品なんで、こう色とか柄のアイデアを出してくださいっていうことで、募集がありまして、必ず商品化されるっていう確約ではなかったんですけど、無事商品化にこぎつけることができたものになっております。まあなんてことはないんですけど、ストーンマーブルワークマンから出てたものってなんか女性向けの花柄とか牛柄とかそういうものが多くて、渋い色とかが好きな男性とかだと黒とかしか実質選択肢がなかったと思うんですけど、まあ某ベアボーンズみたいなものだったら男女ともに使いやすいなと思って、こういうストーンマーブルの柄にしました。個人的にはね意外といい感じに仕上がったんじゃないかなと思うんですけど、なんか柄とかだと使いにくくなってしまう部分もあると思うんですけど、パッと見グレーだけどちょっとこうアウトドアっぽいテクスチャーが入ってるっていうので落ち着いた色ではあると思うので、その辺はね使いやすいんじゃないかなと思っております。こちらは500ml のペットボトルを入れていただくサイズになっておりますので、こちらの真空保冷ペットボトルホルダーまだ持ってらっしゃらない方はぜひこの和日モデルをお買い求めいただけたらなと思います。でもね性能自体はこれ全く本当に全くというか非常にいいものなので、特にね夏場とかは冷たい飲み物を冷たいまま持ち歩くことができますし、まあ、前からここにストラップがこれつきましたので、なんかにぶら下げておいたりできると思いますので、もし持ってらっしゃらない方がいたらぜひ買っていただけたらなと思います。980円。他のねアンバサダーの方もこのペットボトルホルダーのデザイン出してると思いますが、ぜひこのストーンマーブルの和日モデルを買っていただけたらなと思います。路面店に来るおじさんたちに花柄は売れなくて残ってるそのデザインは売れそう。ありがとうございます。そうだからなんかね結構ガーリーなデザインも僕いくつか出したんですけど、最終的にはこれに落ち着きましたね。なんかこうポンって置いてあっても邪魔になんない感じのデザインにはなってるんじゃないかなとは思います。こういうのと一緒に置いてあってもなんかあんまりうるさくないんで、うわワークマンのペットボトルホルダーじゃんっていう風にはならないかなとは思います。